こんにちは、イルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日は青空で撮影します。青空で、そしてどうやってめっちゃ直接当たる太陽が被写体の顔に当たらずに撮影できるかをちょっと小さなコツを見せます。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。OK、 今このスポットで撮りたいんだけど、あの背景でね、あの後ろ側の青空で撮りたいんだけど、実際に太陽今こっち側から思いっきり来てます。こっち側からあんまり綺麗な感じの影にはなってない、顔に。なのでどうやって今この環境でストロボを使って撮れるようにするか、まあ大体私がいつも日中撮影している時に、私のすごく重要なポイントが、そしてポートレート撮影の15ポイントの動画もあります。ここに URL 入ってます。そして下の概要欄にも入れるけど、一つの私の重要なポイントは、なるべく太陽が被写体の顔に当たらないでほしい。被写体の顔に太陽が当たると、こんな感じのめっちゃかっこよくない、こんな感じの影になったりします。それはあんまり美しくはない。そしてこの状態でもしストロボを入れたとしても、結局その太陽の光に光を足すだけってことになるので、あんまり綺麗ではない。なので今この環境で撮りたいんだけど、影を探します。で、影はどうなるかというと、今この木の影がちょうどこの辺に落ちてます。そして今被写体がここに来ると、結局顔がめっちゃ綺麗な感じに影に入ります。そして私の好きな、もうブラックボックスに近い状態になってます。この状態から撮ろうと思えば、結局被写体の光の情報がほぼゼロに近いので、ここからはただ自分の好きな光を当てれば普通にいい感じになります。では今日使おう、一等を使います。一等を直当てにして撮ります。そして今この感じで撮ろうと思えば、ハイスピードシンクロを使います。今の設定では結構だいぶアンダーの状態にしてハイスピードシンクロを使います。で、パワーカクタスの V6 マーク2のラジオスレーブをパワーシンクロ設定にして、ストロボはもちろんフル発光で、今の設定は、とりあえずシャッタースピード8000分の1、感度100、そして 24mm のレンズ F1.4 で撮影、もちろん開放。今の設定でもしストロボ光らなければ、被写体はどんな感じに映るかというと、こんな感じでもう、結構暗い感じになってます。そしてストロボを入れると、ストロボを入れるとこれだけ被写体が戻ります。ストロボがないと真っ暗で、ストロボを入れるだけでこんな感じに被写体に光がめっちゃ綺麗に入ります。そして少しだけアングル変えて、もっとアップで、ちょっと下の方もいい、 OK、 それぐらい。そのまま、さっきのままでもう一回、 OK。 OK、 つまり今もう一回まとめると、だいたい太陽が強い時に撮影している時に、こんな感じの、こんな感じの影を探して、影の中に被写体を入れて、そしてもう一回もし太陽が直接顔に当たったらどうなるかというと、こんな感じにめっちゃ硬い影が顔に入ったりします。そしてあんまりポートレート撮影している時にこんな風に太陽が当たってほしくない。なので影に入れて、なるべく被写体の光をゼロにして、そしてそこから自分でストロボを使って好きな光を入れて撮影します。 OK、 もし今日の動画で何か質問とかがあれば、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたら、なるべく答えるようにします。そして何かコメントとかがあれば、皆さんが太陽の下で撮ってる時にどんなコツとか何かあればまた入れてください。あと今日の動画を少しでもいいなと思ってくれたら、ぜひ下のイエイボタン押してくれたらめっちゃ嬉しいです。では次の動画で会いましょう。バイバイ。イルコでした。土屋でした。イエーイ。イエーイ。